ココロリンクゲームズのベイ君です。前回から9章が始まりました。で、時の止まりし以降に、地下に行ける道があるんではないかとキースグリフが言っていて、で、前回は、そこの鍵を握っているオートマタを全体集めました。で、今回はここに進みます。では今回もよろしくお願いします。さてさて、ここね、なんもなくて、ずっと昔からなんやろなんやろってずっと不可思議どうやったんですけども、とうとう展開しますよ。これで最後の一体と。うむ、なあ、僕のオデッタを乱暴に扱わないでくれよねえ、オデッタが壊れるような危ないことはしないだろうね。うん、始まるぞ。俺の仮説が正しければ。だがな、だがな、だがな、声出したい。和音綺麗で、うんうん、ガチャコン、しかし下光ってもな、完全に。おお、おお、これはアルバート大萌えするんじゃ。大萌え、すごい、本当に歌ってる。すごいな、6体揃うと音楽になるなんて、うん、正直今ちょっと俺体あれやから、しびれたからな。今待って、モンが、うん、ええー、なこれ、モンでかっ。さ、進むぞ。真実はこの先にある。真実。オデッタにこんなすごい力があるなんて。ああ、やっぱり好きだオデッタ。来てるわこいつ。ほっとけほっとけ。放っておけ。どうせ奥では役に立たん。うん、よかったこいつ仲間だった。どうしようか、パニックってたもん俺。大丈夫ですよね。うん。うわあ、すげえ。仮説を証明しよう達成で、地底世界を探索しよう。ジオフロント。いきます。ジオフロントに行きます。なに、ジオフロントでえらいかっこええ題名やけども。誰やお前。なんだか。どうしたどうしたお前、やる気なくしたか。コルテス兄様。うん。こんな地底まで行けるんだからな。うちの一族の船は。うんうん。すっごいですよね。いきなりどうしたの？ほうほう、もしかして兄様なんかある？いやさ、俺たちの住んでるルギオン村って本当に何もない、時間まで止まったような場所だと思ってたんだ。はい。けどこんな船があるんだからな、おかしいと思わないか？うわ、これすごい。それがどうかしたの？真実待ってんじゃん。だってステラードにもないんだぞこんな船。どうやって作ったのかって思ったら、欲しくなってきたな。きっと村の誰かが遠くまで旅をする運命だったんですよ。はいはい。その運命に導かれるようにしてずっと船を作り続けてきたって。そんなバカな。まあ、あながちそうとも言い切れないんだよな。うんうん。この船を見てると、こんな船が作れるんだから、俺たちの故郷はそうバカにしたもんじゃないのかな。もし兄様の言う通りだとしたら、私でよかったのかな、それとも。この会話はむちゃくちゃすごい、なんというかあれが詰まってんじゃないですか。ここはこんな地底に町があるなんて。うん、前時代文明の慣れの果てだ。うん、人類のおごりの標本でもある。人類のおごりの標本、かっこいいな。曲曲来たで。あのキースさんは人が嫌いなんですか？なぜそんなことを聞く？なんだか
いつもお話の節々にそんな感じが混ざっているような気がして、うんうん、人の歴史は同じ過ちの繰り返しだ。学ぶことのできる生き物として生まれたにもかかわらず、同じ間違いを犯す者ばかり、うんうん、長く生きていれば嫌でもそれに気づく。そして少なからず嫌悪するようになる。キースさんはそれでも錬金術師を、真実の探求をやめないんですね。俺が知りたいのは世界の真実、人間の根本ではない、うん、世界の真実ですか。無駄話はもういいか。先へ進むぞ。 OK、行きましょうよ。曲がねマジ熱くて、役に立ちそうなものが見つかるとありがたいんだからな。熱いんですよ曲が、とにかく。そして例によってゲージマックスで来ておりますので、どんどん進んでいくという流れでいきますよ。最終分段特産新しいの来るわ。みんなでやるとすぐだよね。おーすごい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 、あまりにもレアすぎるアイテムがゲットできまくってますよ。毒不要か確定か。でもこれお高速ブーストでかいでかいでかい。よし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 。あ、ほんでついでにじゃあまあちょっとしょぼいのが出ますけども、どんなものが出るかぐらいは確認しておきましょうか。変異の、はい、異物か。これ地球儀、こわからんこわからん。これグナーデっぽいな。こっちは青水晶の指輪、うん、まあまあ大したことない系でありましたかな。全能力ブースト、マジで。これめっちゃ欲しいやつやで、俺が毎回毎回レベル3でこれか、レベル4にしたら何が起こるか半端じゃねえなみたいな感じか。じゃあ敵は見ておきますが、さあどんな感じ敵は。一気に片付けちゃおう。アビスモーラーミミック。アビスモーラーは相当後半の敵ですよね、普通に考えたら。ジゲバクキックやってみようか。おい、次元爆弾は即死効果がついてます。でもレジスト、最近の敵はレジストやな基本的には。スティンクボーンかますか。おい、少し黙らせるわ。黙らしてユリエさん当たった。おいちょー。おいっす。で、これね、これで私の力を。さあで、スキル何だっけ。あ、オレンジか、オレンジがいいな。私の魔法とくと味わいなさい。バーストゲージが溜まりやすい溜まりやすい。えいえ、強しやな。俺相当防具とか強くしてんのにな。ボコボコにしてやるんだから。レレレレレ。いくよ。はいよ。もう一回。強い強い。ノロマさんね。決まるかこれで。ライアットソード。これで見納めかもね。強い。次元爆弾。でもまだザコ死んでなかったね。やっと死んだ。皆さんお疲れ様でした。うむ、なかなか敵強いですよこれは。おお、アイテムむっちゃもらえますぜこれ。黒鉄原石という感じのモンスターが出てきますね。ね、一応装備見せておきましたが、相当強くしてきたんですよ私。これかな装備の効果。あ、装備何してるか見せといて、うん、こういうのも一応見したい気分な。精霊の力帯、これ力帯わからんけど、変動前の MP、 最大 MP の 10% の値だけ攻撃力防御力素早さが上がるというとんでもない防具です。で、あと死んでも自分の番が返ってきたら復活するっていうやつと、全能力ブースト、スキルブースト、 PP 拡張でブラザー効果、これはアシストゲージとかバーストゲージが溜まりやすくなるっていうのとか、ついてるというアイテムでござんす。それをほとんど全員に装備させておきました。うん、何本上がるかっていうとこんな感じで35、35、64、64、64ってとんでもなく上がりますステータスが。いやーこれ作るのに何時間かけましたかね。でも楽しかったですよ。ぜひぜひやり込んでほしいですね。はい、ちょっと倒しておきます。とっておき見せちゃおうか。 OK、 ではいきますよ、とどめ。はい、久々に久々に久々でとどめ見せましょうか。ドミノ見せてあげる。師匠、私の力を貸してください。絶対に成功させますから。いっけー。なぜやけどおもろいねなこの必殺技。やったー、やりましたよミルベル師匠。というかわいいね必殺技でござんすわ。いいわ。
いいわ、何撮った、今なんか羽っぽいの撮ったけども、はいはい、これがサンドランド。おお、普通に防具とかも出るようになってますな。では進んでいきますよ。中央ルートへ行きます。中央ルート言ってるぐらいから、はい、分散来たよ、例によって。勘弁してけろ。これを使おうって感じですぜ。OK、ではこれで最終分散で一気に回収。みんなで協力して。赤年のごときか。ゼムナイト。お、古代樹のかけら。いいね、すげえな、いっぱい取ったな。なんじゃこの鳥を。いや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 楽しいこれ見るのが一番楽しい。ナイス、やばそうやぞ。はいはい、じゃあ敵は適当に、スルーしていきつつ進んでいきます。これ向こう、こっちはないよ。じゃあ関節バイパス、うん、修行の役に立ちそうなものが見つかったら教えてよね。特に魔法の触媒がいいわね。 OK、 ではここでランドマークつけておいて、次の探索はこいつを目印にすれば道に迷わなくて済むはずだ。そういうこっちゃね。昔のものってで、ここで採取して、こんな時はこれで終わらしますよ。で、ランドマークつけたらやはりね、一回変えるべきなんだと。どんなもんよ、思いました。私に任せれば楽勝よ。ワールドマップいきます。うん、これがね結構重要なんですよね。お、なんか繋がったぞ。次はジオフロントって場所に行ってんのか今。 OK、 了解です。はい、じゃあ一回セーブして、 OK、 戻ってきましたよ。で、関節バイパスに行けば OK やな。いやいやいや、この作戦なかなかいいんじゃないですか。植物栄養剤で、左腕のゲージもしっかり回収して、帰ってきましたなんという。で、最終分担で一気に回収。 OK、はてな、何やここ、正解か、もしかしてここ俺、あ、正解やったっぽいよ。どうなるどうなる、うわ、今の何、うん、ここどこなんだろう、うん、地上じゃないみたいなのに植物がいっぱい。転送装置みたいなやつやったな、要するにあれは。私たちは遺跡に残された装置により異なる座標へ移動しました、うん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 、ここは地下の薬草園です。地下に薬草園があるのか。これ全部薬草なんですか。うん、厳密に言えば全てではありません。ですが人工的に栽培されていた形跡があります。はい、それより移動したってここはどのあたりなの。うん、座標から判断すると東の大陸、ファーブ村の南東付近にあたります。はいはいはい、そんな遠くまで一瞬で。カズラ、カズラあたりか、天井カズラやったっけ。すごく綺麗な水、枯れ果てた大地の下にこんな場所があるなんて、うん、太陽ないのにどうやって草生えんねや。このような場所が存在するのはこの地方だけではありません。マジで。そうだ、要所要所に存在する。全ての生命の源にたどり着くには植物の存在は欠かせなかったのだろう。はい、生命の源、錬金術とは本来そういった根源を求める力だからなそうだったんだ。植物の生存には水と適切な大気が欠かせない。そして植物はそれ自体が根付く大地を必要とする。うん、水と空気と大地、うん、あれ、そういうのってなんて言うんだっけ。四元素かなそっか、植物があるだけでそのほとんどが存在することになるんですね。難しい話出したで。いや、すべてだ。人は熱であり、熱とはすべての命の動力だから、うんうん、あんまり難しい話は分かんないんですけど、うん、同感です。要するにここは錬金術の研究もされていた薬草園で、こういうところが世界中にあるってことですか。わあ、ロッテってすごいそういう風に言えばすごくよくわかるねイチャイチャすんな、こんなとこでお前ら。もう難しい話が全然わかんなかっただけなんだけど。イチャイチャ、もうこのような施設からたびたび例外的な植物が育ったと言われています。うんうん、例外的なって、じゃああの
天井カズラもそうなのかな、うん、かもしれんな。そうだとしたら改めて錬金術の神秘を感じますね。神秘？笑わせるな。怒っちゃった。五代の錬金術は禁断の力だった。その形跡は至るところに存在する。うん、禁断の力？来い。おそらくこの先で錬金術の闇を見ることができるだろう。闇？なんすかなんすか？闇か。敵めっちゃおるし敵めっちゃおるしじゃあ例によって探索装備で植物栄養剤いってみましょうか。何ですか何ですか闇ってなあ。で、ダウジングロッドも行って、お、ここ釣りできたんや。で、採取分担で特産重視。新品来い。新品来たー。三つごとん。あ、これなかったんや、今まで。肉体を強化するか。みんなでやるとすぐだよね。あー、ただいま。もう終わり。オッケーですよ。余裕だったね。俺の探求に終わりはない。かっこええやんけ。中二っぽいこう、ポーズしとったけどな。で、寝たっけ。これやったから。異物一応見ときたかったんか。ここの異物発見どうしようかな。ええやん。これなんや。竜の灰。竜の灰か。杯って呼んだ方がいい。うん、一応チェック。まあまあやな。でもええやんええやん。なんかすごいいいアイテムいっぱい出るようになってんな、やっぱ最近は。こいつ結構ね、足早いこいつできるねんな。一気に勝利など不毛だな。なになに、イベントか。びっくりしたここは資料室。こんなとこに資料室がありますよ。オディリア、ここの資料の参照ができるか。はい、マスター。ここは各地にある研究施設の一つ。ここにある資料は研究データです。うむ。各地にある水源管理装置の上位機体と思われる水源浄化装置の管理データ、うん、および人工生命体製造データが確認できます。うん、分からへん。やはりな。分かったん。この中方の海が黄昏の海と呼ばれることになった原因の一端がここにある。ふむ。な、何がなんだかさっぱりです。はい、私もです。この地域の水源浄化装置は海水や水源の水を吸入して真水にし各地へ供給していたと考えられます。はいはい。海水真水？ステラードのような豊かな水源を有する地上の集落にはこの装置の呼気が配置されたようです。うんうんうん、そういうことだったんですか。でもそんな装置があったのにどうして水枯れに。結論から言えばこの装置には欠陥がありました。うん、自然サイクルにより確保される海水量より給水量が上回っていたようです。それは海水は無限にあるという人類の錯覚がもたらした欠陥と言えます。なるほど。海水すら使い尽くしてしまったってこと。それでも水の王が健在の間は何とか回っていたようだ。はあはあはあ。え、水の王って元は人間の味方だったってこと。うん、そう考えるのが妥当というだけだ。怒ってんな。真実はわからん。ただこの装置が異物の排出を始めた時期と水枯れの起こり始めた時期が一致しない。それはつまり異物を吐き出しながらもしばらくはサイクルを保ちながら動いていたということだ。それが水の王様の力を借りてですか。ああ。だが人間の争いや無謀な開拓で海や水源は汚染された、うんうんうん、なるほどね。そこで初めて水の王は人間を見限ったのだろうな。水の王が力を失い装置の給水量に海や水源の水量が追いつかなくなった、うんうんうん、それがなるほど水枯れの直接的な原因だと思われます。わかりましたよ。そんなことがあったんだ。さてどうするか。その装置を止めないと。うん、それによって水の供給が完全に断たれたらどうする。え、この装置は今も水源からなけなしの水を吸入し続けている、うん、放っておけばやがて水源は枯れ
汚染された何かを吐き出し続けるだけになるだろうが、今すぐではない、うん、確かに装置を止めれば自然はかつてのサイクルを取り戻すかもしれん。ただしその可能性は低い。さらに言えば、水源が元に戻るためには気が遠くなるほどの時間が必要だ。その期間、人間が耐えられるかは分からんな。でもそれが私たちの引き受けるべき結果なんだと思います。うん、それにこの世界の自然は強いから、きっと元通りになるよ。水の王様はビルベル師匠に力を貸してくれたし、植物だってまだこんなに元気だもん。私たちが生きてる間には無理でも、自然はまた蘇るんじゃないかな。好きにしろ。貴様らがそう信じるのは勝手だからな。ロッテ、一度ステラードに戻ろう。OK。私たちだけで決めるなんて、マスヤはな、できないよ。世界に関わることやからな、ね、言うても。ラウルさんとかペリアンさんとも話し合って、みんなで決めなくちゃ。うむ？どこや、言うてみ。あ、この奥に行ったことないのか。オッケーオッケー。ね、なんか知らんけど、あれが回復してくれてるんで、素材が例によって、50% 上げつつ、私の考え言ってる。しますよ。どうしようかな。はい、これはラッキーですわ。みんなで協力して集めましょう。ゼムナイト、黄金のリンゴも出た。ドンケルハイト今見えたな。ドンケルハイトどっかで変えてんけど、あ、しかもドンケルハイトな、あれか、戦力違うんか。これはいっぱい回収しましょうという話でございますな。よし、じゃあここ受け抜けてみましょうか。あれ、あ、こんなんかある。当たるか。オッケー。よっ、ではここの樽をぶっ壊してからの出口に、ね、行って踏破しましょうか。ワールドマップへ。オッケー。おお、すごいの起きてんな。あれ、帰れる？どこに行くんだ。帰れない系じゃこれ。秘められし洞窟、地下薬草園。これはなんだなんだ、帰れない系か。よし、じゃあどうしようかな。今回こんな感じで、次回でまあやりましょうかね。よし、では、今回はこれで終了です。ありがとうございました。次回は、ここを抜けてステラードに戻ります。おっとっとっと、もしかして、エロいぞ。前にエスカさんが言ってたリンカさんにそっくりの別のリンカさん、うん、そういうことか。え、じゃあリンカさんはここで生まれたってこと？始まりの場所。え、なになになに。